ですか。いやいや、ないです、うん、経済評論家と言ってきたら、いや、時事評論家です。時事が、はい、その時々あの時事直言出してる、あ、なるほど、はい、時事評論家、うん、じゃあ、アイディアしてくださいね。はい、どうぞ。いや、皆さん、こんにちは。今日はですね、非常にもう4月になって桜も満開の季節でございますが、このいい時に、ハワイから、何年かぶりかで、日本に帰ってこられました増田俊夫先生、国際時事評論家ということで極めて有名な方で、極めまたそのヨーロッパではですね、サムライレクチャラーというふうに呼ばれている有名な方です。先生が来ていただきましたので、今我々が毎日見ておりますウクライナの政情について、いろいろ先生の意見を聞きたいと思っております。スイフトをやって、ドルも使えなくなったロシアはさぞかし困っているだろうと、まあ、我々そう思っているし、マスコミもそう書いております。ところが増田先生、こういう国際金融情勢に極めて詳しい方でありますけれども、実はそうでもないという話でございまして、一度その増田先生のお話をこれからお聞きしたいと思います。増田先生、本当にありがとうございます。はいはい、まあ、そんなことで、はい、先生の現場で見られたですね、はい、そのロシアとアメリカの関係、ロシアと EU の関係、うん、その辺のことをちょっとお話ししていただきたいと思います。そうですね、はい、先ほど先生が言われましたように、このメディアを通して世界中が今知っていることは、バイデン、アメリカの大統領を、中心にして、これにヨーロッパが一致団結して、ロシアに厳しい制裁を続けるという中で、ロシア経済は2桁マイナスになるんじゃないかとか、あるいはスイフトという、国際銀行間決済機構、これから除外されたということで、国際貿易、これができなくなると、それからありとあらゆるロシアの輸出品、天然ガス、それから原油、パラジウム、その他レアメタル、中でも肥料ですね。ロシアは肥料の、世界で有数のですね、輸出国なんですね。これにも制裁をかけるという報道がどんどん流れてくると、誰しもですね、ロシア経済はもうこれ破綻に追い込まれるんではないかというふうに思う。これはまた当然のことだと思いますね。しかし物事はですね、冷静に考えなくちゃいけないわけで、ロシア経済が破綻するということはどういうことかというと、経済の中心的価値、経済とは何かといえば、資本主義社会においてはですね、マネーなんです。ですから、ロシア経済の命というのはルーブルなんです。ロシアの通貨なんですね。それから次はですね、ロシアが大丈夫かダメかということを決めるのは国際収支なんですね。会社で言うならばですね、赤字会社はダメなんですね。黒字会社は国際収支が黒字だっていうことは黒字だっていうことなんです、ね、でそしてそこの会社の株がどんどん上がるということは、ルーブルがどんどん上がるということは、ロシアを株式会社にすればですね、ロシアの株がどんどん上がってるっていうことなんです、ね。実は2月の24日に、プーチン大統領がロシア軍に命令して、ウクライナ侵攻ということになって、その後ですね、ご存じの通り、ロシアに対する制裁、経済制裁が厳しくなってきたと。このウクライナ侵攻が行われた2月の24日から末ぐらいの間はですね、一種のショックで、石油ショックじゃありませんけども、ショックで、ルーブルは米ドルに対して、一番低い時で 80% ぐらい下がりましたね。それから少し持ち直したんですが、それでも60% ぐらい、でずっとこの3月は続いていたわけですが、
プーチン大統領がヨーロッパに向けて原油とそれから天然ガスを輸出しているわけですが、これから天然ガスと原油の代金をルーブルで払わないと売らないということを宣言したんですね。これはまあ大変な宣言で、ヨーロッパにしてみるとですね、天然ガス 40% ぐらい依存してますし、原油も 30% 以上依存してますから、これが入ってこないということはもうヨーロッパ経済は瞬時にしてですね崩壊するわけなんですね。だからルーブルで払えというとルーブルで払わざるを得ないというところに追い込まれたわけですが、なんとヨーロッパの首脳はですねそれを拒否して、いや契約通りロシアと天然ガスあるいは原油の契約書通り、うちの方はユーロでなければ払わない、ルーブルなんか払わないと言って蹴ったわけですね。蹴ったら当然のことながら世界に向けてプーチン大統領は宣言したんですから、原油は一滴もいかない、天然ガスもいかないということになると思いきや、実際に数字を見るとですね、天然ガスはの輸出量は増えて、それから原油のヨーロッパに向けての輸出量は増えてるわけなんですよ。これ全くおかしな話なんですね。じゃあユーロで払ってるのに、なんでそのロシアは天然ガスと石油を売るのかというと、ここに一つの、まあ、トリックというわけじゃありませんけども、あまり報道されてない事実があるんですよ、ね。でガスプロムっていう会社が、ロシアの国営会社ガスプロムっていうのがあるんですが、有名な会社ですね。そうですね、これが供給元なんですよ、天然ガスのガスプロム、ね。でガスプロムはガスプロムインターナショナルバンクというガスプロムの会社が銀行を持ってるわけです。国際銀行を持ってるわけです。ですからヨーロッパは確かにユーロを払うんです、ガスプロムに払うんです。ガスプロムがユーロをルーブルに切り替えて、ロシアに払うという、こういうシステムになってるわけです。そこのところは全然報道されないから、ただ不思議だなと、ユーロで払えと、ルーブルで払えと言ったのにルーブルで払ってないと、にもかかわらず原油それから天然ガスは余計に輸出されているという、こういう不思議な事実があるんですが、それはこうこうこういう内容だっていうことは一切報道されてないんですよ。でそうするとなんかプーチンは一滴も天然ガスも原油も売らないと言っておきながら、ヨーロッパの方はルーブルでは払わないとこう言ってるのに、なんで余計のものが行くのかということ、そこのこのからくりっていうのかな、なんでこうなってるかっていうことを知らないとですね、この疑問が解けないという話なんですね。そのガスプロムバンク、バンクですか、はい、その銀行の存在が隠されていたんですか。そうではないですね。いや隠されてないです、国際銀行ですから、みんなヨーロッパのですね、国は特にドイツは、天然ガスを買った代金はガスプロムに払ってるわけです、そのガスプロムに払うのがユーロで払ってるわけです、でガスプロムがこのユーロをですね、国際銀行ですからルーブルに切り替えて、払ってるということなんですね。だから何にも不思議なことはないんで、ヨーロッパの方も、プーチンの言うことを拒否して、ユーロで払い、でプーチンの方もユーロでルーブルで受け取ってるということなんですね。お互い言った通りになってるんだけれども、別に困ってる人がいない。そうです。いうことですね。で、一つここで大きなことは、プーチンが3月31日に天然ガス、ヨーロッパに輸出している天然ガスの代金を全部ルーブルで払えと言ったその瞬間にですね、今まで大きい時で 80% ぐらい、ドルに対して 80% ぐらい下落していたルーブルが跳ね上がって、今日も現在もずっとドルに対しては高値なんです。だからウクライナに侵攻した時のレートよりも今の方がルーブルは上がってるわけなんです、ね。それは当たり前の話で、見えないところでですねユーロを受け取ってそのユーロでルーブルを買ってるわけですから、買えば上がるに決まってるんです、ね。だからなんで上がるんだろうなと思ってる人たくさんいるかもしれませんけど、このからくりを見ればですね当たり前の話なんですね。でこれがずっと続くわけですから、ヨーロッパも天然ガス原油がないとですね経済成り立ちませんから、で今原油の価格が上がったから余計の金払ってるわけです、でそうすると
この先ほど言った国際収支ですね、ロシアの国際収支は今や黒字になってるわけです。もうしかもその黒字がどんどん増えてる、つまりどういうことかというと、会社の株がどんどん上がって、ね、で会社が黒字にどんどんなってるってことなんですよ、会社で言うならば。でどこにロシア経済が破綻するところはどこにあるんだと、しかし世界中の今の報道を全部今日の報道をこの見聞きしてる人に聞けばですね、誰しもロシア経済はもうこれでおだぶつだと、もうダメだという印象をみんな持ってるわけです、ね、しかし何事もですね、冷静になってロシアが崩壊するということはどういうことか、それはルーブルが破綻すること、それからもう一つは国際収支、まあ、会社でいうとバランスシートですね、国際収支が黒字であること、国際収支が赤字になって、もう手がつけられないぐらい赤字になって、ルーブルが何十パーセントと暴落をしたら、これはもう間違いなくロシア経済が破綻ですよ。それが現実はどうかといえば、ルーブルはどんどん上がっていく、ね、そして国際収支の黒字はどんどん増えていると。一体どこにロシア経済が破綻する兆しがどこにあるんですかと、こういうのがですね、現実なんです、毎日のテレビとか新聞で我々が見聞きしてると全く違う結論ですよね。まあ別に私の意見じゃなくて事実ですから、ね、国際収支が黒字になっているのは事実です、ルーブルがどんどん上がっているのもこれ事実です、だから何事もですね、いろいろ意見や分析がありますけども、しかしながらやっぱり現実を見ないといけないですね。そうですね、以前先生が私国際電話でお話した時に言っておられたのは、その、まあ、ドルの支払いを停止してもね、ですね、結局は中国が間に介在して国際通貨がドルからその元に変わっていくんじゃないかと、そんな危険性があるということを言っておられましたけども、その可能性はまだ当然残ってるわけですね。今回のプーチンのウクライナ侵攻の真相ですかね、本当にその狙ってる、プーチンが狙ってるのは、今現在の世界がドル基軸通貨の支配下、ドルの覇権下にあるわけです。だから戦後 IMF、それから世界銀行、それからアジア開発銀行、こういうところを通してドルを世界中にばらまいて、それで今日の繁栄があるわけです、これがもう繁栄が止まって、もう行きどころがなくなった。でこの時にですね、今までのこの体制から新しい体制を作っていかないといけない。今まではドル一極制ですよ、で今度は多極制、いろんな国のいろんな通貨をみんなが使って、それなりに使っていく、そういう 多極的その金融体制を作んなきゃいけないと、そのためには今のドル一極制を破壊しなきゃいけないというのがプーチンの考えであり、中国の習近平の考え、そこ意見が一致してるわけ、だからそっちの方向へ向かってるんで、今回のウクライナの侵攻はロシアの安全 保障という点もありますけども、つまりウクライナを断層地帯にする必要があるということもあるんですけども、その裏にこのドル体制、今のドル一極体制を是正して多極的な金融システムを作らなきゃいけないということ、その準備が今裏で進んでるわけです。なるほどね、遠大な世界戦略を考えてるわけです。そうです、だからプーチンはトランプ大統領が言う通り天才的政治家です、と私は思ってる。なるほど ね、いやいや、なかなか分からないもんですね、皆さんちょっと聞いてびっくりされたと思いますが毎日ね、その悲惨なホロコースト的な映像を見ててね、なんでこんなことするのかなと私本当に思いますよね。そうです、なんかローマのですね、コロッセウの闘牛場のような感じで、おっしゃる通りです、ね、先生それはね、うまい表現、そうでしょ、牛と闘牛士がいて、それは牛はいくら勇ましくやったって最後は殺されるわけですよ、そうだからウクライナの大統領はですね、いくら善戦したとかね、僕あのほどおかしいと思うんですよね、善戦してじゃあ最後勝てるのかっていうとね、勝ちっこないじゃないですか、本気でやれば、ましては核まで一歩は持ってるんだから、ね、他の国はウクライナにですね核を提供するわけじゃないから、だから所詮
勝てない戦争ですね。延々とね、人命を犠牲にして、うん、財産も焼き尽くされて、うん、そんなことして何を守りたいのかな、うん、ちょうど太平洋戦争末期のですね、本土決戦派みたいな感じで、うん、もう負けは決まってるのにですね、うん、いや、この書道とかしても本土で決戦するんだと、うん、アメリカとやってましたね、陸軍が。だからそんな、それに似たような感じするんですよね。そうですね、まあプーチンにしてみると、ウクライナのですね、今ゼレンスキーは本当にありがたいと思ってるはずなんですよ、うん、っていうことは、ね、政治家っていうのはやはり核っていうのがあるんですね、うんうん、で、まあプーチンを突きとするならば、うん、ゼレンスキーはすっぽんですよ、ね、それぐらいの違いがあるわけですね、うん、ですからプーチンにしてみると本当に赤子を操るようなもんで、非常に楽でラッキーだと思ってるはずです、うん、本当ですね、うん、まあどう決着するか知りませんけどいくら前線したって、うん、そのウクライナがロシアに打ち負かすということはありえない話だと思うんですよね。だからそんなね、負けに決まってる戦争をなぜやったかって、うん、僕は政治家の大きい責任だと私は本当に思います、ね、それはバイデン大統領が大きな力に操られてるんじゃないでしょうかね、うん、なるほど。この結果を見れば分かるわけで、今回の、まあ、ウクライナ侵攻から始まってロシア制裁というこの動きの中でですね、うん、大きな力が働いていると私は思いますね、うん、それはやはりバイデン大統領が知らないうちに操られているということなんです、うん、湾岸戦争、ブッシュ大統領が湾岸戦争を始めた時も、うん、本人は気がつかないで、今は気がつきましたけども、うん、あれ操られているわけですよ。で、アメリカがイラクから、うん、リビアから中東に進出して、うん、で結局こう全部引き上げたわけですけど、うん、これで一体何が変わったかっていうと、アメリカが弱体化したんですよ、うん、でそうすることによってアメリカの中の多極主義者、うん、まあ、イスラエルでいうと イスラエル左派と右派とこうあるんですが、うん、多国主義を主張している勢力が力づけたんです、うんうん、そして今までのそのアメリカ一辺倒、うん、保守党、うん、これがですね、保守主義がずっと落ちたわけです、うん、で今回の闘争ですね、ロシアに対するこの挑戦、うん、制裁、この結果どうなるかというと、アメリカはもっと弱体化します、うん、何が弱体するかというと、アメリカ一辺倒の力がなくなってきて多極化していくんです、うんうん、そういう一つの大きな歴史の流れの中で、うん、政治家がピエロのように踊ってると。いやいや、何万人の人が殺されて、町が怪人に帰してるじゃないですか。あんなひどいことないですよね。それでね、はい、その子供を襲ったから人道、戦争犯罪だとかいろいろ言うけど、そんなんじゃ、そもそも他の国に勝手に入ってきた強盗じゃないですか。ね、全てが悪いんですよ。軍事施設を攻撃するのは正しくて、住民を攻撃するのが悪いとか、そんな話じゃないじゃないですか。そもそもよその家に入ってきてるんでしょ、うん、そもそもやめさせなきゃいけませんよ、ね、そして両方で交渉してる、ウクライナとね、うん、ロシアとで交渉してる間も戦争を続けてるじゃないですか。そんなバカなことないですよ。全部ストップさせて話してる。その通りです。だからバイデン大統領はプーチンのことをジェノサイトだと、うん、大量殺戮だと言いますけども、広島に原爆を落としたのはアメリカで、うん、30万人の人がそれこそ焼け焦がれて殺されたわけ、うん、あんなジェノサイトはないでしょ、うん、いや、それはね、東京その他日本の大都市は焼夷弾をばらまかれて、うん、で全部その、焦土とかした、うん、何百万人の人が死んだ、うん、でこんなジェノサイトのことがないじゃないですか。ジェノサイトそのものですよ、うん、その張本人がプーチンを捕まえてジェノサイトっていうのはおかしな、まるで漫画です。それ漫画ですよね。本当ね、今頃ね、ドンパチやってる時にね、その戦争犯罪とか言ってね、司法裁判所にかけるなんて言ったんでね、だって日本だってね、東京、大阪、私は堺、空襲にあったじゃないですか。ひどかったですよ。それこそ あれだってジェノサイドですよ。そう、何もその問題起こってこないじゃないですか、うん、だからそんな緩いこと言った時じゃないんですよ。隣の国に入って、家に入ってきたら、うん、ロシア軍が悪いんですよ。そうです、追い出せばいいんですよ。そうです、ストップさせたらいい。そう、なんでそういうことを、ね、議論にならないか。で、ロシア軍が入ってきた時、アメリカは一兵たりともウクライナには怒らないって言ったんです。そうそう、バカな、そう
それでジェノサイトはないでしょ。自分でジェノサイト起こしたんじゃない、という本当にね、無人に満ちたあの戦争だったんですよ、本当に、ね、そうですね、やっぱり物事、やっぱり冷静になって、はい、このまあ水がこう流れてると、うん、表面ではなくて、水の底のうねりですね、うん、これをちゃんと理解しないと物事は見えてこない。キーウィに、ロシアがずっと押し寄せて、なかなかあの都心部に行けなくて引き上げたって、うん、でウクライナ軍が勝ったって、勝ったんじゃないの、三段もやり尽くしたんで、うん、それで帰っていくだけじゃないですか。 それを追い出したとか、買ったんだ、ウクライナ買ったという報道、うん、本当おかしいと思うんですよ。全くその通り。ね、うん、あの誰かがやってんじゃないかと思う、うん。まあ、しかし、まあ、変更報道といって、うん、やはりアメリカが思ってるような方向に世論をこの導いていかなきゃいけないという、うんうん、まあ、アメリカのこれも一つの戦略のうちなんですけども、うん、それはお互いにですね、それぞれの戦略を持ってぶつけるのは当然のことで。うん、まあ、私はあんまりその変更報道をするからといって責めませんけどね、うん、何事も戦略のうちですから、うんうん、戦争は戦略のぶつけ合いですから、大いにやったらいいんじゃないですか。負けることは僕私は分かってると思いますけど。いや、先生ありがとうございました。いやいやいや、今日はあの皆さん聞いてびっくりされたかもしれませんが、世界をまんべんなく見ておられる増田先生おっしゃることです。非常によく聞いておきたいと思います。どうもありがとうございました。先生ありがとうございました、はい。今何分ぐらいですかね。20分だと思います、うん、ちょっと終わったよ。